プロデューサーの皆さん、お疲れさんです。千尋さんの中の人と誕生日が同じ、サカポンです。はい、本日はですね、まあ、本日もですけどね、今日はプレミアムオーディション会社、パッションの日となっております。今月は3回弾けるのでね、今日も弾きたいと思います。でね、昨日ね、びっくりしたことがあって、無料ガシャ、今日が最終日なんですけど、この無料単発ガシャで、なんと SSL やってちゃいましたね、昨日は。うん。あれは嬉しかった。ということでね。ね、今日はどうなるでしょうね。っていう感じですかね。まあ、多分ね、ラッキーなことは続きませんよ。うん。最近ちょっと運が良かったり悪かったりするんでね、私の場合。ということでね、ガシャ。いつものあのおまじないからいきます。では行きたいと思います。ガシャ、ひとまずは無料ガシャから行きますね。千尋さん、運営さん、無料ガシャありがとうございます。こちら最終日ありがたく引かせていただきます。ということで行きます。はい、本日の無料ガシャでは小関レイナ様来てくれました。レイナ様です。ではね、こちら行きたいと思います。プレミアムオーディションガシャです。パッションでね、今欲しいのはね、そうですね、さっきちらっと画面に映ってたいぶきちゃんとか欲しいですね。いぶきちゃんとか、あと誰が欲しいかなというふうに、ミリアちゃんいいね。ミリアちゃんも欲しいですよ。トモヨお嬢欲しいな。トモヨお嬢。あとは、エミちゃんも欲しい。欲しい子だらけやねんかっていう感じですね。タクミも欲しいしな、ねえ。ではね、こちら引いていきたいと思います。まあね、パッションはね、結構多い方なんでね、被る可能性は高いです。まあ、てても被ってもね、メダルもらえるんでね、それでもいいと思います。まあね、前向きに行きましょう。ではね、行きたいと思います。お願いします。と。ロードが早いなぁ。はい、行きます。はい、ラスト1枚ですね。みさきお姉さん、ときこ様、になちゃん、まひろ、ともか、ときこ様、みさきお姉さん、みさきお姉さん2連発、お、ともえお嬢ですね。さあ、Sレアが、しょうこ、欲しい。あ！やった！しょうこ、新規です。やった、ゲットしました、しょうこ。しょうこいいね、しょうこ。ちなみにね、翔子さんのね、声優さん、双子声優で有名ですよね。ぜひともね、お姉さんの方、テレマスシリーズでアイドルの声やってくれないかなと思う時あるんですよ。リアル
双子合います声優さんってできるやんっていう感じで思ったんやけどね。はい、うん、もう最後ですからね、60合社だけ聞かせてもらいましょうか。60合社今日も、うん、まあね、翔子来てくれただけ嬉しいです今日は。うん、じゃあ行きます。うん、うん、60合社では、あ、みおちゃんですね。ということで本日はこのコーナーで最後も締めたいと思います。この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。今日はね、もう動きたくなるような女の子を紹介しますよ、アイドルを。はい、よいしょ、承知ください。よいしょ、よいしょ。うん。結構数が増えてますよね、Sレア、SSレアと、アイドルの数がどんどんね。ちょっとずつ大変になってきますよ。まだね、未登、デレステにはね、未登場ですけどね。赤リンゴとかね、アキラとかね、あとね、この前登場したね、リアムちゃん。リアムちゃんたちがね、登場したら、ますますアイドルの数が増えるからね、もう大変ですよね、プロデューサーとしては。うん、ですね、少々お待ちください。今探してるんですけどね、今日紹介する、あ、行き過ぎてますね。少々お待ちください。今、お探し中です。これ今表示されてるのね、私が今まで手に入れたアイドルの子たちの、の画像なんでね。まあ、よくよく考えたら、このコーナーするために私がどれぐらいのアイドルの子たちを手に入れてきたかっていうのがバレバレですよね。うん。うん。かなり多いのか少ないのか私にはわかんないけどね。多い人はもっと多いでしょうけどね。SS レアとかいっぱい手に入れて。うん。ですね。本日紹介する女の子の画像がなかなか、あれ、今日紹介するって子は決めてたんだけどですよ、うん、あれ、見逃してますね。で、少々待って、うん、私よくあるんですよね、これ、うん、ですね、少々お待ちください。うん、最悪検索かけますけどね。できれば自分で探して、あったつ、本日紹介するアイドルはこの子だ、小松いぶきちゃんです。いぶきちゃんはですね、ストリートダンス、スケボーが得意な女の子です。でね、よくね、セクシーな衣装を着ることが多いアイドルです。でね、そんなセクシーな衣装を着ることで自分の魅力を再発見したというところもありますね。またね、いぶきちゃんね、ロマンティストなところがあってね、恋愛に関しても。絶対ね、旦那さんにはね、働かず、家事をさせたくないとか、そういう感じのことを思ってる女の子です。そんなね、小松いぶきちゃん、尽くすタイプですね。ね、皆さんも覚えておいてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければそちらご覧ください。それでは次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。